ちなみにあの一覧の写真は昨日の夜な。マジで狭かった。エブリデイって言ったらイエーイエーパンパンパーンってお腹をこうやってやったらアハハハ、もうずっとイチャイチャしてんの。エロいの。負けじとディープキスしてやったわ。ニューフナット。厄介ジジイみたいになってきてんだよね俺。スイース、一覧美味しかった。まあでも正直九州のラーメンを食ってた俺からするとちょっと物足りねえかな正直。一蘭替え玉、いや、やってない替え玉は。ちなみにあの一蘭2軒目ね、ニューフナット飯行ったんだけどさ、どこも空いてなくてさ、なんかカスみたいな焼き鳥屋行って食ってあんま美味しくなくて、じゃあ帰りに一蘭行くかって言って一蘭行った。そこゴールデンウィークマジで人多い、本当に。一蘭食べてまた食べてるやん。ちなみにあの一蘭の写真は昨日の夜な。昨日の深夜4時とかの一蘭だぞあれ。でも4時の一蘭めっちゃ人いたよ。まあでも全員外国人だったけどね、ほとんど。もうむしろもうなんか日本人の方が少ねえじゃねえのかって思っちゃうぐらい全員海外の人だった。いやーマジでね、まあ一蘭何回か行ったことあるんだけど、その度に狭いな狭いなって思ってたんだけど、マジで狭かった。ちなみに隣の外国の人とめっちゃ仲良くなったよ俺。なんか俺こういうなんか1時間ぐらい並んだんだけど、なんか一人でリュックサック担いでる海外の人がいて、その人にファーストタイムって言ったら、あー、ノー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 って言われて、エブリデイって言ったらイエーイエーって言われたから、おーミートゥーアイムもエブリデイ、うん、パンパンパーンってお腹をこうやってやったらアハハハっていう、めちゃめちゃ海外のノリで喋ったらいけた。そう、でその人が隣に座ってる。めちゃめちゃ海外乗りで行けたわ。パッション大事。いやパッション大事ってか、本当に深夜4時こんなに並んでんのって。イフナが行こうぜって言い出して、あいつ途中から後悔してたんだけど、もう暇すぎてマジで。あとなんか待ってる間にほとんど海外の人で、カップルが多いの。いろんな国のカップルみたいな人たちがいるんだけど、あのスキンシップってか、そのスキンシップだね、もうずっとイチャイチャしてんの。なんか普通になんか普通なんかエロいの、ボディータッチが。それ後ろで見ててムラついてたんだよねずっと。アリケンもユーフナとスキンシップした。うん、負けじとディープキスしてやったわユーフナと。ちなみに誘ってきたのユーフナからね。おいアリケン、俺らも負けてらんねえなっつって、お前何言ってんって。そのタイミングで唇奪われた。でもマジで海外の人とさ喋ったりするのおもろいんよな。マジ言葉の壁なんてねえぞ俺。だっていつも行くコンビニさ、もう本当に 100% 海外の人が働いてんだけど、めっちゃ仲いいよ俺ら。ちなみに何かな、仲いいエピソード。飲み物買ってさレジするじゃん。で俺よく揚げ物とか買うのね。でそのピッピッピッってやって、はい、で俺 auPay でいつも払うんだけど、ピッってやって、でその袋とかに入れてる時間がすごい暇なの。だから俺いつもそこであの野菜ジュース、本当にもうその野菜の栄養取らなきゃと思って野菜ジュースを、あのパックのやつを買うんだけど、それを飲みながら待つのね、ちゃんと会計した後ね。それをこうやって飲みながらずーっと待つんだけど、入れてるのを。6回目7回目ぐらいから店員さんが、あの海外の店員さんね、取りやすいようにあのめちゃめちゃ俺の目の前に置いてくれるの、野菜ジュースを。って言ってって言って笑顔で、いつも飲んでるからもう覚えてくれて、こうやってやってくれるんだけど。そうだからこの前ね、あのジュースをね店員さんに買ってあげたらめっちゃ喜んでた。ピッピッピッってやって、これあげる、ギブギブって言ったら、いいですかって言って。なんかね、頑張ってるバイト、頑張ってバイトとか働いてる海外の子には優しくしたい。そっからめっちゃ仲良くなってるよ。俺の名前知らないから。俺よく唐揚げ棒買うんだ。そしたら唐揚げ棒ありますよって言ってくれるよく。だから買いたくねえ時でも買わねえといけねえんだよな。でも攻略できてんの一人だけ、あと二人いるんだよ。あと二人でもね、その二人はねめっちゃ無口なんだよね。もう一人はめっちゃ日本人に似てるだけど、喋り方が片言、どこの人か分かんないけど。ちなみに全員男。ちなみに一番仲のいいやつは、俺が飲んだ野菜ジュース飲み終わった時に袋取る時に、ゴミ漏れますよって言って
飲んだ後の紙パックの野菜ジュースを捨ててくれる。裏のレジの後ろにある従業員が使う用のゴミ箱に入れてくれる。そう、そいつとは仲いい。ちなみにそいつは深夜帯しかいない。朝とかいない。そいつと飯行きてえわ。普通に知りたい、どっから来た人なのかとか。でもやっぱね、俺のことを知らない人とかと喋るのはやっぱおもろい。本当に俺タクシーのうんちゃんとかと喋るのも超好きだもん。いるんだよやべえやつは。タクシーのうんちゃんも何言ってるか分かんねえジジイとかいるからね。いやお客さん、いやお客さん、最初見た時はもう芸能人からかってたんですね。ありさあそこないってって言われたんすよみたいな。ゆふなと一緒にタクシー乗った時にそういうおっちゃんがいるんだけど、俺タクシーの中では嘘しかつかないんだよね。はい僕も、はい、部屋に入っててって、はいつって全部嘘。はい今度かばやまって名前で、はいはい番付出ると思うんでつってクソ嘘ついて。でもねタクシーのうんちゃんは喋ると超嬉しそうにするから、めちゃめちゃ嬉しそうにするからね。だから俺はもう適当に話を合わせながら喋ってる。まあでもそうよな、一日中車に乗ってたら喋りたくもなるよな。もう全然俺もうタクシーのうんちゃんとか音楽流しながら鼻歌歌いながら運転してもらってもいいけどね。だそういうので喋るの大好き、すごく。そういうので喋っていきたい。タクシー何百円のお釣りなら毎回うんちゃんにコーヒー飲んでってもらわないわ。俺一回クソイキってお釣り1300円ぐらいを、いやお釣りいらないっすって言ったことあるんだけど、さすがに困惑してたぞ。ちなみにめっちゃ急いでた時だったんだけど、くっそ困惑してた。でも200円ぐらいの時はありがとうございますって言うから多分ないんやろな。でももうさすがに俺そんなもったいないことはもうしないって言って、さすがにね。でもすごい若かったんだよ、若い運転手で。だからなんかもうなんかすごい若そうな子とかが頑張ってるのを見るとさ、もうすごい応援したくなっちゃってるんだよね俺。もうやっぱジジイになってきてんのかな。なんかもう普通に頑張れって思っちゃう、何事も。若いなんかプロゲーマーとかも若い人見るとほんと頑張れって思っちゃう。でも楽しい、そっちの方がおもろい。だからやっぱ東京とかに住んでるとやっぱ若い子たちが多いから、なんかいろいろ考えるんだよね、この子はどういう人生を送ってきてみたいな。もうなんか厄介じじいみたいになってきてんだよね俺。もうこれ説教しだしたら終わりだからな俺。これ説教しだしたら終わりですこれ。だから説教だけはやらないようにって思ってる本当に。まあ俺みたいなやつが説教したところで何も響かんけどな、マジで。運だけで一発当てて、そういうじじいにだけはなりたくないね。